岡村隆也さん、1989年生まれ、東京都在住。第2回、第3回、第4回キラキラットアートコンクール優秀賞受賞。その後、アートビリティ登録作家となる。一枚の紙から、みるみるうちに可愛い動物が切り出されていきます。障害者専門のアートライブラリーアートビリティの登録作家、岡村隆也さんの切り絵作品です。岡村さんがアーティストになったきっかけは、三菱地所が主催する障害のある18歳までの子どもたちが参加できる絵画コンクール、キラキラットアートコンクールへの応募でした。なんか新聞にキラキラットアートコンクールの第1回目のが載っていたんですね。こういったものが今三菱地所さんでやられてますみたいなのがあって、それを見て第2回目の応募要項も出てたのかな。それでこれなら高谷できるかも、切り絵ならできるかもと思って応募しようかなと思います。障害のある子どもたちの可能性を広げるお手伝いをしたいという思いで2002年にスタートしたこのコンクールは、毎年1000作を超える応募があり、審査で選ばれた優秀賞50作品が全国で展示されます。応募者の中にはアートビリティに登録しプロの作家として活動する人もいます。年に6回各月で開かれるアートビリティ定例審査会という審査会に応募していただいてます。商用デザインのプロの先生方に審査していただいて、こちらの作品を登録するして、企業の社会貢献室の方とかデザイン会社さんの方とかに見ていただいて、この作品を使って何かポスターを作りたい、あるいはパッケージを作りたい、グッズを作りたいという方々に見ていただいて使っていただけるとなったら、その作品をお貸し出しして、その使用料をいただくというシステムになってます。作品が企業の冊子やカレンダー、広告やグッズなどに使用され、使用料の 60% が本人に還元されています。小学校1年の頃、母親の智子さんが折り紙で切り絵を作ったのを見たのが切り絵を始めるきっかけでした。私が一応付き添いを学校側で希望されてたので、一緒に教室に入ってたんですね。で、やっぱり1年生っていうと幼稚園があって、幼稚園卒業してすぐですから、もう梅雨の時期とか校庭で遊べないとみんなイライラしてくるんですよ。で、私が折り紙で半分に折ったのを切り絵にして見せてあげたら、そこから子どもたちの中でしばらくブームになって、それをまあ本人にはあまりやらせなかったんですけど、ずっと見てたらある日突然家でちょく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 切るようになりまして、それが始まりですね。2005年アートビリティの登録作家になった岡村さんは、写真や資料も見ず下書きもせず、記憶と感覚だけで特徴を的確に捉えた動物の切り絵で、可愛くてユーモラスな独特の世界を作ります。岡村さんはアートビリティの登録作家になって、時をあまり置かずして、将来を嘱望される作家さんに贈られる奨励賞を受賞されて、こう次にも大賞を受賞されてます。その後に2回目のアートビリティ大賞を取られということで、岡村さんのお宅には先ほど盾が4つありましたけれども、それくらいたくさんアートビリティでも受賞歴がございます。まるで魔法のようにハサミ一本で一枚の紙を素敵なアートに変える岡村さんにお話を伺いました。動物園に行ったり動物のテレビ番組を見たりしています。ただペンギン
ニネズミモモンが起きています。クジラやイルカシャチを聞いてみたいんで、これからも新しいスタイルや感性を求めて、岡村さんがアートと歩む人生は続いていきます。上手とか下手とかっていうことではなくって、子どもの作品って生き生きとしているものが多いと思うんですよ。何かちょっとしたことでそういうアートビリティやなんかに道が開けるということもありますので、私たちは少なくともキラキラとアートコンクールに応募して本当に良かったなと思ってますので、はい、表現したいという強い思いから生まれる作品は、見る人の心を動かし、また誰かの描きたいという思いを育んで新しい表現を生んでいきます。キラキラとアートコンクールは、子どもたちが描くことの楽しさと出会い、社会とつながる楽しさを感じるきっかけ作りを支援していきます。